こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。今回は電験2種、二次試験機械制御科目より令和4年度から問2の誘導電動機に関する計算問題を解説していきます。最初に問題文を読み上げます。定格線間電圧200ボルト定格周波数 50hz 4極の三相顔型誘導電動機がある。この電動機の三相星型結線1層分の。 L 型等価回路の定数を0時アドミタンス Y0 ドットイコール0.05マイナス J0.1G メンス1ク膜線抵抗 RY イコール0.1オーム1次モレリアクタンス XY イコール0.3オーム2次抵抗の1次換算値 R2 イコール0.15オーム2次モレリアクタンスの1次換算値 X2 イコール0.5オームとする この誘導電動機を定格電圧、定格周波数の3層交流電源に接続して運転している。その時の回転速度は1455マイミンツである。この電動機について次の値を求めよう。カッコ1、電動機の滑り S% カッコ2、0次電流 I0 a アンペアカッコ3、二次電流の一次換算値 I2 ダアンペア

L 型10回路の点数を0時アドミタンス Y0 ドッイコール0.05マイナス J0.1G メンス1次膜線抵抗 RY イコール0.1オーム1次モレリ,リアクタンス XY イコール0.3オーム2次抵抗の1次換算値 R2 ダッシュイコール0.15オーム2次モレリ,リアクタンスの1次換算値 X ダッシュイコール0.5オームとしますまた誘導電動機は 定格電圧、定格周波数の3層交流電源に接続して運転し、その時の回転速度が1455マイミニッツとします。では、問題の条件をもとに、1次側換算の1層分の L 型等価回路を作図します。まず、回路の回路定数は、ry=0.1、j=j=0.3 x イコール、r2'=0.15 イコール、 JX2 イコール J0.5Y0 イコール0.05 J0.1 で R2 については二次動層に対応する抵抗成分 R2 ダッシ出力に対応する抵抗成分 S 分の1マイナス S×R2 に分解します次に定格線管電圧を VN イコール 200V 定格周波数を F イコール 50Hz 極数を P 4と置きます次に誘導電動機は定格電圧定格周波数の3層交流電源に接続しているため回路の端子電圧はルート3分の vn ドットでこの時の回転速度を nn イコール1455マイミリッツと置きます。以上が問題の設定の説明です。では括弧1を解いていきます。 問題文の茶色の下線より電動機の滑り S を求める問題です。まず、同期角速度 NS は NS イコール P 分の 120F となるため1500マイミニッツとなります。よって、滑り S は NS 分の NS マイナス NA から値を代入すると3.00%となります。これがカッコ1の答えです。 次に、カッコ2を解いていきます。問題文の紫の河川より、0時電流 i0 ドットを求める問題です。まず、0時電流は、図のように0時回路に流れる電流のため、i0 ドットイコール y0 ドットかけるルート3分の vn ドットとなります。ここで回路図の vn ドットを vn ドットイコール vn として基準に置くと、i0 ドットイコール ワイルドドットかけるルート3分の Vn となり値を代入すると5.77マイナス j11.5 アンペアとなりますこれが括弧2の答えです次に括弧3を解いていきます問題文の下線より二次電流の一時間算値 I2 ダッシュドットを求める問題ですまず回路図において I2 ダッシュドットは負荷側を流れる電流に対応するため i 2 d イコール r1 プラス r2- プラス s 分の 1-s かける r2- プラス j 括弧 x1 プラス x2- 分のルート3分の vn ドットとなり、整理をすると r1 プラス s 分の r2- プラス j 括弧 x1 プラス x2- 分のルート3分の vn となります。この式に値を代入すると、このようになり、 有理化をすると。22.1-j3.47 ペアとなります。これがかっこ3の答えです。次に括弧4を解いてきます。問題文の青の下線より同損を求める問題です。まず、回路図において同損は？抵抗 r1 と r2 ダッシュで発生する損失であり、一方0ジ回路の抵抗成分の損失は鉄損です。 そのため、同村 PC は3層分を考慮すると、PC イコール 3×R1 プラス R2 ダッシュ ×I2 ダッシュ2乗となり、値を代入すると、375ワットとなります。これが、括弧4の答えです。次に、括弧5を解いていきます。問題文の下線より、電動機の入力電流 I1 を求める問題です。まず、回路図より、I1 ドットは、 入力端子から流れる電流のためキリヒコフの電流速より i1 ドイコール i2 ダドットプラス i0 ドとなることからこのようになります。よって i1 ドの大きさ i1 はルート27.8712乗プラス15.0132乗となるため31.7アンペアとなります。これが過去後の答えです。 最後に括弧6を解いてきます。問題文の青の下線より、電動機の入力力率を求める問題です。まず、入力力率角は、VN. ドットと I1. ドットがナス角 θ に対応するため、cosθ イ,イコール I1 分の RE 括弧 I1. で表せることから 88.、88.0%となります。これが括弧6の答えです。 以上が今回の問題の説明です。このチャンネルでは、電験2種、電験1種、エネルギー管理士、技術士の過去問の解説、公式の動物などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。